ちは、こんにちは。今日は、ね、またいつもこういう視線で、ね、どこ行くの、どこ行くの、とか町田とか、ヨドバシ、ザマのピアコとか。あー、なんかね、行ったことないんで、ザマ市はちょっと面白そうなんで、行ったことはないんでね。はい、ちょっとね、まあ、神奈川県、なんかいつもうろうろしてたりするんで、私たちはね、神奈川県に住んでます。が、ザマ市は初めて来ます。はい、じゃあ次は、まあ、いいや。で、今バスの中です。はい、まあ、今から小田坂に行って、赤いプリウスの見たカードをしてみて、どこだっけ、模型屋に行きます。電車ね、いい音がする。ニカレーチのほとんど追加レッシュです。はい、そうですね。確定ぐらい。こんにちは。ついに小田急相模原駅の、バスで来て、ついに来てしまいましたが、今から、なんでお前ここ来んの？いいんだよ。見て、あそこは銀色のタクシーやばいな。カマルじゃねえや。カムリ。カムリかな。小田急線にはまだ乗らないんですが、乗り場って書いてあるよ。自由通路通れます。あ、そうなの。あ、改札口やん。出なくていい。じゃあ向こうの通路に行きます。はい、反対側、裏口だから。はい、友達とちょっと来たんで、ちょっと初めてですね。まあ僕は仲良くて、まあとりあえずは来るよ。来ちゃうの、もう早いでしょ。せっかくここ来たんだよ。まあ、あっち南口から来るんだよ。南口ってどこ。ここ。一回駅に入るところ好きっていうのがなんて、そこのなんか、裏切れた通りみたいな感じのところ。ちょっと、どこに来られる感じですか。高いけど、2600とか。6000。高いけどね。アルファリゾートあるんじゃん。4000。やば、こんな持ってきてねえや。バス尻あるんだよ。プラレールの日限定だよ。あ、やってない。ちょっと予想してたのと違う。まあね、もうこういうやつ。あ、こいつ6000。景品高くなって普通だもん。高いな、普通の。でも見て、ほら、これとか。これ安くない？こっちより安い。鉄白の。そう。いいな、これ鉄白の方がいいじゃん。ちょっとスープだね、こいつ。え、アレクセセイブンだよ。え、嘘、シンプル。スープラじゃねえよ。列車来る、早く行く。こんにちは。こんにちは。今日はね、プラレールの冬の臨時列車ってやつに711系2000円で買いました。安くしてくれました。そして私はコペンと、なんだっけ、廃盤トミック。コペンとグランティスを2つ買いまして、500円で購入しました。友達は4個で1000円買いました。1000円分のトミック買いました。すんげー嬉しいですね。急行です。相模大野駅とか、下がぼやけたらいじめじゃん。
っち下がった方がいいよ。怖っ。あ、この子だよな、そのぐらいの、そこでなんかやったやつ、なんで返すの。今からなんか急行だから通過します。快速急行かな。まあいいや、上に着かないでしょ。ここぐらい下がって、今回はここから撮ってみます。来ました。早っ。LSE 消えたそうです。あ、久々短っ。見て、怖かったね、今ね。あ、ここだ。ここ、いつものところ。そうなんだ。え、そうなんだ。ね、ちょっと来て。ねえねえ、いつもね、ここ。ディアブだったら知らなかった。あ、来た。じゃあ、なんだここ。アピタピアド。何やそして、ピアド。ピアドじゃん。お前、何やってんの。はい、ねえ、閉鎖中だった、閉鎖中。ここはね、はい、ここよくしたん、とんでん、とんでんってなんだっけ。今日はちょっと初めて来ました。光ではない。や、違う、本当に初めて来た。ハッピー、ハッピー。こんにちは。こんにちは。今日は友達と僕で、今日はまあ座間駅の近くなんですが、はい、なんとね、小田急相模原近くの模型屋さんで、まあ4台買ったんです。1000円です。つまり1台250円ですね。こっちは525円、これ合計1525円ですね、まあ普通にトミカを5台分買ったのと同じ値段で買いました。僕の顔つけないで。あ、じゃあまず NTP、はい、袋だけですね、見せるの。袋の中からまあ開けてもいいんですけど、めんどくさいんでね。はい、こんな感じですね。まあ、僕持ってます。はい、歴史がある。廃盤なのにまだ売ってると。まあ
まあ普通の人は廃盤というか中盤って言うんですけどね。でも中盤っていうの？そうです。書いてあるじゃん。でもあそこの店主はね、廃盤って言ってました。店主って何？はい、店主ってあの店の人。リングロード見せてよ。はい、リングロード。茶色で。うんこっぽそうな。あれっぽそうな色なんですけど、実際は全然ゴールドです。ゴールドでも。あの、友達がちょっと嫌な発言をしてしまいました。はい、ご覧の皆様、大変失礼いたします。何ピノ、え、こいつここにピノって書いてあるんですよ。僕の書いてなかったんですけど、なんかで、なんですかね。なんかここにさ、あれですね、電車が見えますね。はい、ちょうど来ました。8000、はい、こいつ新車だからですかね。新車だからこのように電車来ると揺れるね。ここ、うん、このようにピノと書いてあります。かっこいいんですよ。なんで僕の書いてなかったの、悔しい。そしてついでにミニトミカニュースまで入ってました。はい、この時にスカイラインとミラーが発売されたはず、はい、今はもう両方ともとっくに廃盤。はい、はい、今日トイレ行ってないね。今日一日しないです。うん、おい、やめろ。ケツが痛い。はい、じゃあ次。待って、次はこれです。ランエボです。あ、一番の友達が揺れ始めた車です。まあ、僕はこれの、まあ、ピノとこいつが欲しかったんですね。覆面とかと普通のやつ持ってんで。後ろがこんな感じです。まあ結構かっこいいです。まあ友達はそこまで、まあ、かっこよくないとか言ってるらしいんですけど。まあ僕はかっこいいと思いますね。こういうのが、そして最後。アプタピアゴ限定でしたね。フェラリリ。まあ最初に映ったやつですよ。よかった。こんな感じです。で、ここが開きますね。はい、動くの。あ、ちょっと気分いいなぁ。こんにちは。こんにちはじゃねえ、続きです。あ、そっか、続きです。今度は僕の車です。はい、これは三菱グランティスです。はい、あの、あそこに止まってるのが私ですね。おう、やり直し。あ、いい、それはもう。じゃあ、やり直し。まあいいや、一瞬映っちゃいましたけど、まあいいですね。ナンバーまで見えないと思う。はい、こんな感じですね。まだ後ろ。あ、こんな感じですね。はい。ちょっと変な感じなんですけど、後ろがちょっと。あ、ここだ、逆。リアルですね。え、なんで書いてないの？ここが隠れてるだけ。あとね、あっちです。中はこのように。入ってる。ミニトミカニュース入ってますよ。入ってるよ。ぐちゃってなってる。顔映すね。映してない。待って、これ、こういうの言うか。書いてない。隠れてるの？隠れてるの？書いてない。ラスペしか書いてない。はい、今度は、はい、これは何でしょうか。コペン。まあ、僕はちょっと好きだったので、自分でこういうのを、はい、コペンね。あ、思ったよりはね、あんまり大きくないです。うん、予想外に来ちゃった。あ、なんか書いてない。どこで見せて。あ、僕は思ったより。こんなのが。メガクルーザーこの時か。はあ、この時は360円が定価だったんですね。安かった。希望小売価格。はい、私も1000円で、うん、あ、500円で2つでした。はい、そして最後に紹介するのは何でしょうか。あ、アピタもあったんですけど、アピタピアゴの。あれは紹介しないの、うん、まあ、今の下に放り投げてあった車なんですけど、きっとね、茶色いのがいっぱい。今日は箱開けたいにしています。はい、はい、これは何ですか。ピアゴのトヨタ2000GT ワンタンスペシャルのやつが売ってました。うん、で、525円。ちょっと高かった。500円のつもりで行ったんですけど。はい、25円。税がついたんです。後ろゴールド。はい、前も後ろもゴールドですね。ちょっとこれは僕のチャンネル。違反ですよね。でもこれレース仕様。とにかく何でも違反である。でもこれレース仕様のはずなんでしょうね、多分。まあ、あと一つ言いますと、僕のチャンネルの画像、今なんか、イミデットのスバル 360SS とかになってたんですけど、あれちょっと変えたいつもりなんですよ、で、僕。はい、なので、うん、で、最後は何でしょうか。最後は大物です。大物。何円で買いましたか。2000円です。はい、どうぞ。はい、じゃじゃん。お、これは何ですか。711系の冬のレンジモディです。です。ですよ。開かないよ。はい。袋が超ぐちゃぐちゃです。まあ、古いんでしょうね、多分。ずっと放置されてたからね。でもそれでもこれはなかなか。開けたら出します。はい。はい。はい、こんにちは。こんにちはってか、まあ、何回も続きですね。はい。今度、開きました。あ、袋がありません。ヘッドマークついてる。袋はないんですが、戦闘車、はい。ヘッドマークっぽいのがついてますね。でも赤色で塗られてる。ここになんか自分でシールド作ればなんかかっこいいですね。戦闘車だけの紹介ですか。いや、ちょ、めんどいんで。はい。わかりました。うん。でもここはね、なぜか205系。ここはなぜか205系なんですね、ここ。わかりました、ここ。
うん、パッケージもよく見せてくださいね。あ、確かに、5でした。まあいいや。うん、あれ、パッケージ見せてくださいね。パッケージ見て、おいます。はい、このようになってますね。でもこの上の2個のやつはありません。はい、じゃあ終わっていい？いや、終わってください。じゃあ終わります。